はい、春夢で中高時やっておりますポちゃんです。妹の中高時部分です。はい、今日はね、ちょっとまず皆さんにちょっと謝罪したいことがあります。え、2日の夜、UFO 焼きそば爆盛りを食べちゃった、深夜2時にすいませんです。それ謝罪案件だわ。すいませんです、本当にこんな痩せてきてるのに。だから今日は町中華でございます。だから町中華。そう、プーさん町中華で分かります？うん、町で中華料理があります。そう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 、その通りなんですけど、あのその真の意味で分かるかな。あ、なるほど、分かる。日本での中国の料理、日本人が作ります。ああ、素晴らしい。そう、私頭いいだからさすがでございます。そう、じゃあちなみに今まで食ったことあるの？普通です。普通でもね、うん、麻雀のところのチャーハンめっちゃ美味しい。ああ、ジャンソのチャーハンや、それあれ中華料理じゃないの？いや、あの中華料理だけど、あのジャンソのチャーハンまだ別なんですよ。うん、あのジャンソでね、たまにちょっとあの夜あの腹減ったらすぐチャーハンとかカレーとか注文できるの。最高だから、もうちょっとあの腹減ってあの食べるとめっちゃうまいんだけど、やっぱね、本当の町中華の店多分行ったことないんですよ。あるわ。ある。私ね、以前の時、はい、日本語学校の下である。あ、そう、あれ美味しい。麻婆豆腐が辛くない。錦糸町じゃない、町中華は美味しくない。そんなことないから。なので今日は錦糸町の百貨店、あの試乗者たちが百貨店と来来券とかね、開、うん、けてきたからさ。そう、まあ俺は試乗者のこと信じてるから、うん、プラス錦糸町にあるから、うん、近いし、もう徒歩あの 2,3 分ぐらいですから、うん、しかもね、ぶっちゃけ毎回あそこ通るとね、並んでるんだよ。楽しみ。そう、行きましょう。おー、いいね、すごい。ちょっとこれは何？そう、これ、いや、まあ、中国語、これなの。ちょっと意味が変ですね。そういう発見もあるんだ。いいよ。じゃあ、青椒肉丝で。お、青椒肉丝。中国の定番。なるほどね。ちなみに、ブンブンさん、花粉大丈夫ですか？今直しました。やっぱ日本来て、もう花粉ある。ずっとない。でもね、今年があるよ。あ、今年か。俺も一緒ですね。俺も電車の中でみんなスマスマある。もしティッシュが持ってないは大変です。いや、そうですよ、本当に。もしティッシュがないは、その場合は何？どうやる？いや、我慢するしかないですよ。隣の人に飲ませるしかない。なんか店はめっちゃ綺麗だよね。うん、綺麗綺麗。あ、もうチャーハンの匂いがする。すぐ隣が厨房だからね。面白いな。はい、カニチャーハンです。はい、ありがとうございます。お、うまそう。ちょっと今までで一番香ばしい。マジ？香ばしさ圧倒的。見て、このサイズ。でかくないの？さっき半分と思うの。そう、さっきちょっとちっちゃいと思ったから、でかい。いや、ちょっとあのまずスープからです。まずスープからいく。スープ美味しかったら、もう間違いないです。いただきます。醤油スープです。透き通る感じ。よくやるなんじゃないよ。落ち着く。なるほどね。ザサザサうまっ。これ無限に食べれるやつ。いいよ。このスープの味は、今日私幼稚園の時の味。ほんと中国よくあるあのスープです。へー、じゃあ私もザガチェ。ザサイ癖なんだ。うん、ザサイ美味しい。
スープやっぱ多分豚骨とかそういう系のスーププラス醤油。豚骨ベースか。野菜食べましょう。これは炒不碎。そう炒不碎、野菜食べね。全部野菜ですよ。肉ある。いただきます。さっぱり。見た目だけどさっぱり。野菜は全部シャキシャキだからうまい。いただきます。これも美味しいけど、スープなら飲めば飲むほど止まんねえな。へえ。どうもね。チンジャロース食べてみます。これやばい、見た目はめっちゃ綺麗だからな。うん、本当うますぎるしょっぱすぎる、すべてちょうどいい。あと、あんのとろみとかそういうチンジャロースとか、もう野菜の切り身全部味がまとまってるから、これめっちゃご飯に合う。うん、美味しい。これ注文したスプーンで正解だね。これちょっと中国の味を同じなんだ、ちょっと似てるんだ。豆豉は有点多。あー、とろみが中国より多いけど味付けは中国に似てる。いやでも俺はチンジャロースあんま食べないから、これが多分今まで食った中で一番美味しい。チャーがさっきからやばいの。やばいね、中華といったらチャーハンでしょう。いただきます。同じでしょ、こっち。一食い多分足りない、これ。ありがとう。うん、いいじゃん。あの、豚チャーシューとか角煮みたいな、ちょっと脂がある豚肉が入れてるんですよ。最高で、ちょっと焦げ目あるんじゃないですか。うんうん、この焦げの香りと、そのトロトロの豚バラの脂身、一緒に食べる。ミスったな、これ。全にすればよかったね。ご飯は柔らかめだけど、でもこの焦げた感じがめちゃくちゃいい。美味しいな。麺なんかね、太麺と細麺選べるんですよ。で今回は細麺ですね。熱い。もうスープと一緒ですね。うーん、ハンチャーハンと一緒に食べると合うわ、確かに。あの味のバランスみたいなのあるから、うん、これラカネさんでもごま油の香りがする。うん、なんだけど、薄い。一番美味しいわ。これチャーハンだね。これチャーハン一回行ってみよう。コウさんおすすめの、うん、チャーハン大盛りスーパーだったらマジで。いただきます。うまっ。うん、でしょ。なんかね、あ、めちゃくちゃなんかの豚の脂でいうか捨て脂みたいなちょっと、ね、うん、あるからなんかご飯のネチョネチョの中にそのとろける、まあ、背脂のとこ、うん、でその溶けた背脂が全部ご飯包んでくれるから、もうこれは本当もう町中華のチャーハンそれぞれ色がある、ね、本当に全部なんだろう、それぞれなんかちゃんと美味しい。うん、これでも結構美味しいぶりやと思うよ。そう、いやめちゃくちゃ美味しい。なんかね、あと俺個人的に好きなところはあのグリーンピースが入るところ。あー、そう、めちゃくちゃ好感度高いですね。なかなかで、多分あのラーメンはお方が好きなタイプです。あ、マジ、うん、あっさり系。あっさり系、すごいこメインが多いな。確かに器もでかいけど、その分麺も多いんだよ。うん、わかめ
これ多分あの野菜ですね、海苔ではないですね。わかめ。わかめ。うまっ。なんかめっちゃ優しいね。うん。この醤油なんだけど、味がめっちゃ濃いわけじゃないですか。うん。シンプル。シンプル。正解です。うん。なんかこのご飯と一緒に食べるとちょうどいいんですか。バランス取れてる。うん。ラーメンの味とチャーハンの濃さ。うん。いただきます。うまいね。うまい。タケノコシャキシャキじゃないですか。たまにちょっとまあたまに手前感でチンジャロース注文するんやけど、うん、だからまあやっぱ運んでる時間があれやからあんま色がね綺麗じゃないから。なるほど。でも結構綺麗なチンジャロースだ。ね、うん、めっちゃ鮮やか。うん。でもこのチャーハンすごい。これうまいね。圧倒的1位かも。マジでうまいわ。パンチャーハンだけど、今のチャーシューいっぱい入ってます。うん。とすぐで全部肉感じるから、ここはまだいい。そう、この油。すごい、これわざと脂身入れてるんや、背脂。ちょっとアレンジしたい。これ多分補助合うわ。そうだね。ちょっとアクセントいいかな。ああ、なるほど。そんな変わんねえ。えマジ相手のお皿、お皿しても大丈夫ですか、はい、申し訳ございません。ありがとう。あ、いいでしょ。置いといてください。ロースめっちゃ美味しかったです。あ、本当ですか。日本の味でしょ。いやでも本場に近いって感じましたよ、ね、本当。そうそうそう、ありがとうございます。いやいやいや、なんかアメカなんか持ってきましょうか。マスター、中国近くて美味しかったね。ラーメンはどうでしたか。ラーメンはラーメン美味しかったですよ。量がめっちゃ多い。そうなんです。チャーハンがバカうまいです。本当チャーハン大盛りすればよかったなと思って。あ、でもね、チャーハンおすすめなんです。あ、本当ですか。テレビでもよく取り上げていただいて。本当ですか。はい、よかった、食べて。家近いからもう毎日来ようかな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。雨もらいました、うん、雨ちゃんね。そう、あの店主たち、あのおかみさんとかね、めちゃくちゃちょっとあの熱情、ちょっと日本語が忘れた。何ですか、情熱。何、優しい優しい優しい。ちょっとマスターがあの仕事今ギリギリの時間入ったからさ、全部もうあの注文終わって俺らもう最後なんだけど、もうカウンター座って白熊食ってるの超かわいい。白熊食べてた。そうそうそう、白熊のアイス食ってるのかわいいな。かわいいね。そうそう、あとアメちゃんね、もういっぱい取っててって言ったんですね。でも1個だけ、かわいいでしょ。あの5個取ってもいいかも。あの感じだとね、うん、そうそうそう。全体的に言うとちょっとあの前の2つと比べるとちょっと味薄いけど、これもまた一強ですから。チャーハンが断トツにうまい、うんうん、あんまねべちょべちょのチャーハン好きじゃないんだけど、この店だけはちょっと違う。やっぱ焦げ目があるなのかな。なんかすごい香ばしかったよね。そう、すごいめちゃくちゃ香ばしかったから、うん、だからあと背脂もあるし、だからちょっとそこまでべちょべちょか、そんな他の店よりちょっと嫌っていう感じはないんです。目立った感じはなかったね。そう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 。なのでちょっとあの今日の動画はここまで、うん、また錦糸町の町中華を探索しに行けたと思います。ブームさんのインスタもフォローしてあげてね。お願いします。はい、圧倒的シェイシェイでした。圧倒的シェイシェイ。